えー、こんにちは今日もね幸福の科学の書籍を読んでますよ。で今日はね幸福の科学が説いている考え方生き方の中から幸福の科学が進めている生き方の発祥道っていうね8つの見方考え方について紹介していきたいと思います。1つ目「えー、政権ですね。これは「正しく見る」って書くんですけども先入観を持たず仏のような正しい目で人を見たかってことになります。 まあ先入観っていうのはね誰に向けたもんでもなく自分に対しての先入観が最も害悪なんだと思うんですよ。例ええば自分はここんんなな過去を持っっっているからこういう考え方になっちゃったんだこれ先入観なんですよ過去ってあんまり関係ないんですよねだって今日例えば新しいものの見方が身についたとしたらそれは過去に影響されてないじゃないですか。えこんなおいしいものがあったのっていうふうに気づくっていうのは今までの過去の積み重ねと何の関係もないですよね。 今日嬉しいことがあったってのはじゃあ10年前に辛いことや嬉しいことがあったからそれに関連してるんでしょうか関係ないですよねじゃあ今日素敵な人と出会いました過去と何の関係があるんですかってことですよつまり過去とは全く関係なく今現在ってのが始まっているというふうに考えることもできるこれがだから先入観を持たなないってことなんですよでも実際は今日の自分の姿ってのは過去の積み重ねでできてますから どれだけ過去の自分とさよならできるかもしくは大切な過去を今に持ち越すことができるかっていうのね、明確な意思を持って自分を選択できているかどうかっていうことが非常に問われているわけなんですよねひいてはそれは未来の原因にもなりかねるんですよ過去の結果として今があるのと同じぐらい未来の原因として現在がありますんで自分をどちらに置くかですよねやっぱり私はね今日やったことが未来に影響を及ぼすつまり今日 やらなかったことが、未来の自分の足を引っ張ると思うわけなんですよね。皆さんどのようにお感じでしょうかね。2つ目、少子。正しく思う。強い欲や怒り、不満など、悪しき思いを持たなかったか。いや、これはね、やっぱりね、持っちゃいますよね、うん。強い欲っていうのは私の原動力ですから、これをなくせって言われるとちょっと辛いですね。<laughs> それから不満ですね。不満もだから、この不満っていうのを埋めるために、 例えばお金を稼いでいこうとかね健康になろうとかっていう風うな原動力になりますので私はねこれ読んでいてあれですけどもここには同意しかねますね強い欲や怒りっていうのは、うん、なんか全ての原動力になると私は捉えてますんで欲とか怒り不満はなくさないようにしようかと思いますただしなくさないんだけども解消するためのベクトルは常に持とうと思うんですよね はい次正吾ですこれは正しく語るということですけども嘘や悪口を言わずに良心に恥じない、えー、言葉を使ったかですよねその言葉の使い方ってのは非常に重要なんですよねよく言葉は難しいっていう人がいますけども難しい言葉を使うから難しいわけなんですよイエスノーこれ難しいですかねはっきりしてるでしょ右か左かどっちとも言えないなーみたいなことを言い出すから難しくなるんですよ、まあ、ですんで常にね、あのー、やっぱり結論は白か黒かはっきりすることを意識しながらでも少しだけね 人には決断できないグレーなところもあるんだなっていうのはこう許容範囲として持っておきたいなと思います。これは自分に対してなくて、他者の決断に対してです。他者が決断できないときに、まあそういうもんだよねっていうふうに理解するところを持ちながら、少なくとも自分では、今日の時点では黒だ、白だというふうにはっきり言えるようにいつも頭を使っていこうかと思いますけどもね。はい、次、称号です。正しい。 生業と書きます道徳に反する行為をせず仕事に励み幸せを広げたかまず道徳ってものがどういうものかってことがこれ統一されてないのが現状なんですよ多くの道徳が存在しますだから人によって道徳っていうのはまちまちだよねっていうふうに逃げるんではなくて自分の道徳が何なのかってことをまず決めることからスタートするべきじゃないかなと思うんですよね。 だから自分の道徳、例えば私の道徳っていうのは4つにまとまってるんですけどもそれはまた別のね動画でお話ししますけどもいつもこの4つを規範にやってるんですよでこの4つが時代にそぐわなくなってきたなもしくは今の人間関係には当てはまらなくなってきたなと思ったらすぐに変えますね、えー、例えば独身時代の道徳と家庭を持った時の道徳は当然変わりますからじゃあ私が独身時代のようにマージャンにふけり タバコのも々とする環境でいろんな女性と遊びながらお夜遅くまでね明け方までお酒を飲んでいるその道徳をよしとしたまんま家庭を持ったらどうなるでしょうかってことなんですよ、まあ、つまり人の命を預かるってことはまあ自分をどれだけね削り取って失わせていくかっていうところのまあバランスの取り合いでもあるんですよねですのでねあのなんかつまらない人間になったという評価も、うん、しょうがないなと思ってます <laughs> 当然つまらない人間にはなるんですよ その代わりね、誰に対してつまらない人間になるかってことも大事なんで私をつまらない人間という評価する人とは私は一切の縁を立ってきてるわけなんですよね、うん、まあ、ですんでねもう私のこう個人的な判断になりますけども、まあ、家族にとってねつまらない人間にならなければそれでいいのかなとひいては、うん、家族ですら私に対してはつまらない人間だと感じることもあるかもしれませんのでそれはそれでねもう諦めていくしかないかなと思いますね。 まあそういう意味で言うと、称号、正しい行いっていうのは、どこまで行っても正解はわからないんですけども、まあ、迷いながら、これからもやっていくってとこじゃないですか。で、証明ですね。これが6つ目、5つ目か。正しい命って書くんですけども、生活を正し、仏に与えられた一日を生かしきったか。ね。仏には何にも私与えられてませんからね。<laughs> 仏様に会ったことも聞いたこともないんで、なんから知りませんけども。 生活を正しいっていう意味で言うと完全にピタッとライフサイクルは作れますね私はねだから不規則ってものが排除できるようなあの、まあ、生活に入ったかなというところでございますでしかもこれもね維持するのがかなり難しくって例えば私の収入環境が変われば多分今の暮らしってのは維持できなくなると思うんですよ、まあ、ですんで何をおいても経済的基盤を揺るがさないことっていうのが最優先に来たりするんですよねまあ,あのでもそればっかりではねやっぱ人間歪んでいくんで あの別の面も充実させていかないといけないなというところありますけども、賞明はね、生活を正しってことですから、これは、あの生活を正しっていうのはね、まあ、誰に合わせて生活を自分で作っていくかということになると思います。まあ、少なくとも、いつもこうしてるだろうなと思っていただけてるというところを想像して、それをそぐわないような暮らしを作ることかなと思います。ですので、急に体調を壊したりしては、私はもうちょっとね、許されなくなってくるというところもありますし、まあ、体調を壊す時があるとしたら、即死ですよね、もうね。 覚悟するるのは急にいいななくなるっていことぐらいしかないいと思いますね。その他はね徐々に弱っていく姿とかっていうのは本当には人の足を引っ張るんでそうにはならないようにしていくのが、まあ、根底にある生活の正し方かなと思いますねで、えー「症状心」っていうのがありますねこれがだから6つ目ですか怠け心を捨てて未来に向けて正しく努力したか結局これがねすごく大事なんですよ 今日何か問題があるってことは過去に作った問題が大きくなっちゃったってことなんですよね。でしかもそれを放置すると未来にまで及ぶわけなんですよ。ですのでどちらかという,どちらかと,いうと過去の憂いは既に清算して今日の活動っていうのは未来への貯金にしとかなくちゃいけないですよね。だからこう追われながら暮らしていくと、まあ、どうしてもね不満から逃れられなかったりとか衝突とは逃れられなかったりフラストレーションを抱えて結局自分を苛むか他者を憎むかになってしまうわけなんですよ。 で症状心っていうのは生け心をなくすところから始まりますので生け心ってのは何なのかまあそれは少なくとも自分の周りにいる人を支えるだけの行動をしてきたかってことに関わるんじゃないかなと思います、うん、次少年人生設計を正しく描き欲を持たず、うん、仏の純粋に従ったかまあだからね欲はね私持つんでね、うん、欲が原動力ですからこの少年ってやつは私はちょっとね修行不足名と言って叩かれるかもしれないですね えまあ幸福の科学の人は叩くようなことはしないと思いますけども、まあ、そもそも幸福の科学に私行かないですからで人生設計を正しく描きってことになります、うん、これね人生設計はね変更がありえるんで描いたからといってその通りになることはほとんどないんですよでもだからといってねそれを前提に全人生設計を描かないっていうことにはならないんですよ人生設計を描いて実際はそれとどれぐらい乖離したのかってことを確かめながら修正していくんですよね 自分の基準を設けるっていう意味でだとあの、いつもイエスのをは,はっきりするってことはね、私申し上げましたけれども、イエスのをは,はっきりしてるからこそ、違ったなってことが分かるんですよ。イエスのをは,はっきりしないと、違うとも違わないとも言えないっていうことが続いちゃうんで、曖昧なまんま人生が曖昧模倣となるわけなんですよね。この公式は、多くの方がその通りだと思うところじゃないですか。そして最後、症状です。精神統一の時間を持ち、心の安いらぎを得たかということですね。はいまあ、そうですね、精神統一の時間。 モテるでしょうかね。多分精神が統一できずに揺らいでばかりの人が多いんじゃないかなと思います。で精神統一の方法としてはまあ様々あるんですけどもそういうことをねここで学ぶのかそれとも別のところで学ぶのかそれはあなた次第で、えー、選択の一つに即果塾を選んでいただければ幸いでございます。じゃあ